シュでございます。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。ここで選択してみた小林さんに来ていただいてます。ということで本日の動画なんですけれども、 ODT 本当に来ちゃったじゃん。マジか。前回の動画見てくれてる方だったら分かると思うんですけれども、こちらノーネームの厚底ピンレスシューズということで説明させていただいたんですけれども、今日本当に ODT に来て 5000m で芝木してみると。小林さんは今日回収に来たんです。今日のメインの仕事はもう橋渡すぐ脱がしてちゃんとバッグ入れて基本的には持って帰らさないっていう。どうですか吉木さん。そうですね、別に動画上がらないんですけど、はいはい、実は昨日もレースしてまして。昨日もレースしてる。電線なんで内臓に疲労が溜まってるダメージがありながらも、まあ今日 5000m 僕3分20秒で押していければ今日自己ベストなんです。なのでまあちょっと昨日のダメージもあるんですけれども、3分20で行ってこのシューズの良さを感じながら走って、ラスト余裕があったらこのシューズのスピードを見せられたらなって思う。ちょっと分かんないですけど垂れるかもしれない。なるほどね。昨日結構実はちょっと良かった。めっちゃ良かった。昨日は大幅自己ベストですね。大幅自己ベストですこのシューズの凄さも吉木さん感じてるんや。だって昨日普通にめっちゃラスト1キロ上がってる。上がったんや。なのでスピードはかなり乗れる。ただスピードが乗れる分足への後半の疲労あるんで、まあ今日そこがどうなるかちょっと。なるほど、ね。まあ実験ですよね。モルモットです。完全にモルモットです今日は。走り終わった後吉木さんの感想プラス小石さん見ての感想とかも入ってかなりいい動画が今日できると思う。そうですね、はい、いやかなりいい動画にするためにかなりいいタイムで走りたい。吉木もちろん今日めっちゃ頑張るんですけど、っていうよりかは本当その5000で対応できるように吉木さんの筋力的にどうなんだとか、はい、そのまあ本当実験じゃないですけど、ここが一番の今回のポイントなので、うん、その上でタイムが出たら嬉しいなっていう感じぐらい、うん、とりあえず一生懸命頑張ってほしいと思います。今日も一日いろいろお願いします。それではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。参加される方、聴取を行いますので、お集まりください。いかがですか。普通の吐き入れはやっぱ相変わらず最強に、うんうん、スピード出ることに関しては不安はないんですけど、この疲労が聴取をよぎってしまう。負けない、その不安に負けないように。そうだね。自己ベスト出なくても、まとまった走りをしたいです、うんうん。ちょっと待って、はい、OTT 本気じゃん。やばいよね。テープ10じゃん。僕の大好きな巨人の阿部慎之助の背番号ですね。かっこいい。この辺その辺で、その辺で。あ、来ました。こういうなんか春タイプってさ、本当に上の大会でしかないよね。ない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 。え、これ OTT でできるってすごいね。ね、嬉しいね。初めてかも。あんま経験できない。これ何これ。これ君みたいな市民ランナーが履くようなものじゃないじゃないこれ。そうっすね。これインスタグラムのロールオーズさんとかがこう燃えるやつ。バッチリ、バッチリ、バッチリ。こんな感じなんだ。先っちょはそんな尖ってない。みんなミッドソール触ってこれこれこれ。僕 1000m 3分20で押していければ自己ベストなんですよ。なので3分20で刻んでって、ラストはこのシューズめちゃめちゃスピード出るんで3分10ぐらいまでビルドアップして気持ちよく自己ベスト出したいと思います。言っちゃったねこれ。自己ベスト出なかったらこのシューズの冗談ですけど、精一杯頑張ります。めっちゃ緊張してる。ミキティことミキティがやってくれます。10秒前5秒前5秒前76、77、78、79、50、51、500m 通過進行75秒。
先頭を立ってるこの通過量が1億5万人この動きの違いがなんかすごいよくわかるような感じがしますね。特に股関節周り、お尻周りがベストはそのままストーンって腰から下になってる感じですけど、速さしっかり置いて足全体でこうしてる感じ。折りかせる可動域が全然違う。腕が古くない頑張れ。あと2キロ色が上がってくるとちょっとタイミングが合わないっていう印象ですね。あと1キロ、ここに1キロ頑張ろう。あれ三宅さんかな、なんか見たことある光景な気がする。なんかどっちがいいんだろうなってこの光景を、まあ、リラックスしてみたいな感じになってますね。あ、めっちゃついてくれてる。頑張れ、あと2周や。でも三宅さんかっこいいっすね。どういうのもきれいんじゃないでしょうか。やっぱり足っていうちょっと前の前髪の強さあるね。どうしても体力使いちゃう気がする。あと1周です。17分半ぐらいはきったいな。やはり20ぐらいで遊べた。頑張ろう。よし、ビジョン終わって、もっと頑張る。
17分50。ラスト 100m ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。17分15秒ということで疲れちゃった。そうだね、昨日出しといてよかった。このシューズの旨味を言えなかったで。っていうのも、昨日このシューズで大幅自己ベストが出ました。で、言い訳が欲しくなったので申し訳ないんだけど、正直なちょっと感想を言うために言うんですけど、ちょっと足疲れてる状態というか、体が疲れてる状態でこのシューズ履いたんですけど、もうスピードがめちゃめちゃ出るのよ。だからなんか良くも悪くもこのシューズに頼ってしまう。で、今日は体が疲れてたからこのシューズに頼りすぎて足を使ってしまった走りになったかなと思ってて、2000以降足が立ってきて重心も下がって我慢できずに全然落ちていくっていう形のレースになっちゃったんで、まあ本当にちょっと僕の力で本当自己ベストですって言ってね、この動画締めたかったんですけど、本当に素晴らしいシューズってことは言いたいです。なるほどね。ここに感じることとかなんですか？ポイスさんの言うように乗り込みが難しいというか、正直扱ってみて上級者向けだなって僕は思ったんですよ。で、設置の感覚をやっぱり身につけておかないとちょっと難しいというか、後半設置が崩れてくると足を使ってしまう、お尻にどんどんなっていくかなっていうので、まあ、上級者向けのシューズかなって僕は思いました。小石さんどうでした？いや、でも2500ぐらいから、はい、うわぁ、しんどそうだな。カーボンの材質からして、さっきも話してますけど、カーボンの面積とかしても、でも扱いやすさ、扱いにくさっていう吉原氏にやっぱ絶対あると思うので、確かにでも足を使ってきて、あと一歩決勝でっていうタイミング、いろんなシーンを考えて言うと、もうちょっとこう扱いやすさとか、上級者だけじゃなくて、例えばもう予選は違う人だって決勝これっていうチョイスもあるかもしれないですけども、基本的にはこれ一足でいろいろできるようなバランスっていうのは、やっぱ今後どんどんやっぱり考えていかなければ、これやっぱもうスタートのシューズなんで、ぜひぜひ今回本当苦しい中、すごい短いタイトスケジュールで申し訳なかったんですけど、まあね、いい被験者としてめちゃめちゃいい練習になった。ありがとうございます。急遽入っていただきました。ありがとうございました。悔しい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。